ヨハン・クリストフ・デ・マンティウスは、ボヘミア出身のドイツの作曲家、音楽理論家、詩人。クラウディオ・モンテベルディと完全に同世代で、ドイツのルター派教会音楽における、ルネサンス音楽からバロック音楽への過渡期を代表する作曲家。音楽理論家としては、ドイツ語による最初の音楽辞典を編纂したことで有名。ボヘミア北部のライヒエンベルクに生まれ、 おそらく地元で早期教育を受けたと思われるが、老いたちに関する証拠文書はほとんど入手できない。1590年代までにバウツェンに移って教科書を執筆し、1593年にはビッテンベルク大学より学位を得る。1594年にライプツヒに移転、1597年にツイッターウで学長職を得る。同地でおそらく メルヒオール・フランクラ青年を指導したらしい。次に、フライベルク大聖堂の学長職に就任、実質上の終身学長となる。地位を得ることはできたものの、30年戦争によって、生活はめちゃめちゃに壊され、4度の結婚で儲けた子供たちのほとんどが、戦争によって引き起こされた困難のために早死にした。デマンティウスは、すこぶる多作な作曲家であったにもかかわらず、 作品の多くが紛失している。現存する作品に関して言うと、様式的には、オールランド・ディラッソの後継者であり、前半世において、その影響を受けたことが明らかである。宗教音楽の分野においてデマンティウスは、モテット、ミサ曲、マニフィカと、シヘン、ヨハネ受難曲がある。デマンティウスの受難曲は、後期ルネサンス音楽の最も重要視される受難曲の中でも、 とりわけ結出した作品である。デマンティウスのモテットは、ルネサンス音楽の様式で作曲されているが、すべてルター派のために作曲されている。いくつかはドイツ語のテクストが使われているのを除けば、他はラテン語に作曲されている。1610年までにドイツでは広く用いられるようになっていた、コンチェルタント様式や通奏低音のような、 イタリア初期バロック音楽の新規軸を避けているという点においてデマンティウスのモテットは保守的である。だが伝統的な形式や表現手段を用いながらも至って独創的な音楽言語も作り出しており、同時代の概むね保守的とみなされた他の作曲家に用いられたジョバンニガ・パレストリーナのポリフォニー様式とはかなりの相違を見せている。歌曲や気楽曲といった 世俗音楽も残しており、晩歌、宿根歌、舞曲など数多くの機械音楽がある。声楽曲の歌詞は自作を用いていたようだ。ありがとうございます。